え、でも京ちゃんにデブいじりする人って、うん、います？こう初対面とかで。いない。いないですよ。絶対いないんだよ。怖くないですか、むしろ。確かに。え、京ちゃんってデブいじりされたいんですか？されたいんですかって。されたいってか、その、なんだろう。京ちゃんがあんまりデブいじりされてるとこ見てないなって思って。俺とかめっちゃされるんすよ、なんかデブ今まで人生にあった太ってた時損した話とかするんすけど、うん、そういうのあんま京ちゃんって、いやまあ、振られたりは 雑談とかしてたらね、なんかそういうのは自分から広げたることもあるけど、ゲームしてる時俺も性格別になるから、もう多分あ、そうなんだ、そう喋らんし、太ってる京ちゃんじゃん、ゲームの京ちゃんが出てくるんだ、くそ、一番自分の中で面白くない人間が出てくるから、ゲームしてるとき一番面白くない時の京ちゃんが出てくるから、もうだからそんな質問も来ないよね、うん、じゃあ今回はじゃあちょっと多めにしますね、いい、頑張って全然いいよ、同じデブだから、まあでも同じ境遇はあると思う、いじりやすいんじゃないですか、アリケンさんで逆 に、え、じゃあ、え、うん、便座壊したことあります？いや、あるよ。何個壊した？おぉ。いいっすね。何個っていう個数やめてもらっていいですか、ちょっと。いや、でも個数っすよ、デブは。マジですか？便座壊れる。友達ん家で壊してめちゃめちゃ気まずい思いしましたからね。マジでごめんっつって。え、それ普通に座るだけでぶっ壊れるんですか？そう、バキッと割れる。あの、お尻が虫に噛まれたみたいな痛さする。いでっ！俺あと和式便器も壊してるからね。いや、もう、どうやって、で壊れるよ、だから和式って本来座んないけど、もうめんどくさいから座るんよ、和式でも。そしたら和式の出てる三角形の部分がポキって折れた。いや、もうあれ、便座とかはまだね、あの薄いプラスチックみたいな、あれちゃんと、だから俺は、ま、パリンって音がする。そう、だから便座じゃなくて俺便器だから壊してんの、便器。やっぱバス、化け物だね。やっぱりだから。まあ、便器はさすがにねえなぁ。これはやばいっすね。便器はねえなぁ。じゃあ壊したもので言うと椅子とかはどうした？いやもう椅子なんかも全然もうそんなんもう。もうあれ信用できないですよね、椅子。パイプ椅子特に。いやもう無理だ。パイプ椅子は使い捨てだと。俺チャリとパイプ椅子は使い捨てだと思ってる。ついていけないレベルの話ですね、これ。いやでもチャリ使い捨てはマジでわかります。俺も高校の頃マジで9台10台壊してましたからね。もう なんかね、しかもパンクしてないしチューブもいかれてないので空気抜けるんだよ。もう謎なんだよ、もう謎で空気抜けてきたら、あのチャリのタイヤのフレームが曲がって使い物にならないっていう怪奇現象みたいになってんだ。そうなんだ、もうダメだ。マジっすか。そうなんだ。そうっすよ。ペダル取れましたもん、一回立ちこぎしたらペダル取れて穴開いたかと思いましたもん、地面に急に死んだと思いましたから、道路でやっぱそうなんだ、よかった、俺一人じゃなかったんだ。いや、そりゃそうだよ、任せろって。何でもついてくるぞ、お前。デブ東京。こっち30年デブで生きてっから。まだ、まだ俺、確かに10年先輩だ。まだまだよ、いくらでも経験できるよ。でもデブで困ったら、京ちゃんに聞こう。コロナかかったら京ちゃんに聞きますね、ちょっと。どうすればいい？デブとか関係ないと思うんですけどね、それ。もはや。いや、コロナはマジで本当に飯食って薬飲んで寝る。もうそれに限るもん、ほんとに。ちゃんと治すんだ。ちゃんと治す。じゃないと俺らは本当に死ぬから。本当にちゃんと治さなきゃいかん。怖いなぁ。ちなみにもう治ったんですか、京一郎さんは。その保健所で言われた日数が22日で。ああ、はいはいはい。じゃあもう大丈夫だ。22日から、その、一応普通の生活、みんなと同じ生活に戻っていいですよっていうこと。へぇ、言われるんですね。でも、22日になっても、あ、味覚は戻んなくて、あ、これ多分一生もんなんだろうなって思ったら、突然治ったから。いや、怖っ。一生背負うのは嫌っすね、マジで。やばいっすね、それ。そう、でも人によってそんなに半年とか全然こうなんで、味覚戻んない人もいたぐらいらしいから。へぇ。